お三方はそれぞれのこうライバル意識というか意識し合う部分っていうのはやっぱりあるんですか？意識してました。いやなんか僕友達だと思ってていやでもライバルです。めちゃくちゃライバルです。めちゃくちゃライバルだからねライバルなんだけど、でもやっぱ根底にやっぱ友達がありまして、はい、だけどやっぱ皆さんの作品を見てやっぱ刺激して刺激させられる俳優になりたいし友人でありたいっていうのはもちろんあるので、だけどそうですね、あの以前なんか違うなんかインタビューの記事を読んでましたら、なんか松坂桃李さんがなんか小川正樹はライバルだみたいなことをなんか記事で見たんですよ、はい、でなんかそれを見て、あそっからライバルって言った方がいいんだってそう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 、本当ライバルですよ。